ガンドスリートの達也とゆきです。イエーイ。はい、今回はですね、先日インスタグラムの方で募集をかけました、あなたの周りにいるヤバい女っていうのを募集をかけさせていただいたので、今回はゆきが選ぶヤバい女ベスト3。あ、これヤバそうだなっていうのを僕が DM して詳しく教えてくださいって DM して詳しく聞きたいのをアイザーソリューね、はい、ちょっとここでヤバくないみたいな感じで語っていって、みんなもこういう女もいるんだよっていうのを見ながら知っていただければと思います。これあたりがある方はコメントで私ですとコメントしてください。それ私の話なんですね。はい、ということでいきます。ナンバー3、友達に紹介した男を奪った女。友達に紹介した男を奪った女。詳しく来た文章をまずとりあえず読みますね。はい。その女の子が、そのやばい女ですね、その女が私と高校一緒で、彼がその女と小中一緒だったんですが、それで紹介してもらい、彼と意気投合して付き合ったんですが、彼の金銭面がやばくて、私も彼に29万ぐらい貸したから喧嘩が絶えなくて、喧嘩が続き、ずっと言い争いしていたら、いつの間にかその紹介した女と浮気していたんですね。はい。で、付き合ってるのが私になって別れたんですけど、その別れた際にお金を返してもらうべく話をしてたら、その女が30万ぐらい借金して自分に返してたんです。で、その女が今までずっと浮気されて、平気なタイプが私のことをクレイジー扱いしてきたくせに、自分から私がすごく頭くるとまで言い始めて、結局今でもその女と彼は付き合ってるみたいなんですけど、ことあるように目をつけてきて手をできましたっていうことなんですけど、やばくない？あ、男に29万貸して、ね、男もやばいし、その女も女でやばい。自分がだって紹介してあげたんですよ。彼氏欲しいってその子が言ってたから、あ、なんかその同級生にいるよ、いい人みたいな感じで紹介したと思ったら、それと浮気してる。やられたらどういう感情？あなたにこの男の子いるよって言って意気投合します、付き合いましたけど、その後にここが浮気するとか。なるほどね。でもなんかさ、よくあれ話なんじゃないですか。紹介したことそうはならなくない？全く見ず知らずの人と浮気しちゃうとかは分かるけど、私聞いたことあるのは、ここやったことあって紹介したことあるとかは。でも変わらないんじゃないと思ってさっき。でもそうだけど、分かんないけど、ちなみに達也がもしされたら、あ、そういう感じだったんだねぐらいにしか思わないかも。ワンチャンでもさ、紹介する前からちょっと感覚ありそうじゃない？無理よ。そういう経験は？ないよ、ないよ。恋愛浅いから。しかもでもすごくない？結構愛してるんだね。でもまあ、だってその男のためにさ、お金を肩代わりするんだよ、紹介した女の子。うん。やばくね？それもそれで。まあお金を返ってきてるわけだから、次に進みましょうって感じ。全体的にやばいのね。全体的にやばいでしょ、なんか。3人やばいね。これでベスト3だから。ナンバー2、園児のお父さんと不倫女。園児のお父さんと不倫女。なんかさ、昼のさ、ドキュメンタリーじゃないけど、なんかさ、昼のさ、昼ドラとかにありそうでしょ。昼ドラとかにありそう。そう。で、とりあえずちょっと詳しく説明していきますね。息子が通っていた保育園で、保護者や職員から評判のいい保育士 A さんにいました。この A さんだったんですね。これが女ですね。その A さんが担任をしていたクラスの園児のママと仲良くなり、お互いの家を行き来するようになりました。この今僕にDM をくれた子がママ友の旦那だったんですけど、この DM をくれた人がその同じクラスのママ友の家を行き来するようになったんですね。しかしそのうち園児のパパのことを好きになってしまい、猛アプローチし不倫関係。これ A さんが猛アプローチをして不倫関係になりました。半年かかる告白を半年かからず妊娠し、園児の両親は離婚。もちろん不倫した2人はその後結婚し、子供が生まれました。この事実が保護者に知れ、保育士へクビになり、それ以降保育園では保育士と保護者の連絡先交換を禁止に。ただ、後に不倫されたママも再婚し、また子供が生まれたのですが、ここもすごいよ。なんと、元夫と保育士の間に生まれた子供と同じ保育園で偶然会話することになり、かなりピリピリした空気が何年も続いていました。しかし A さんは詫びれることもなく、また別のママ友の、また別のママ友の旦那とダブル不倫をし、今離婚調停の真っ最中。また離婚調停なの？マジやばい。何それ。やばくない？だから2人よ。保育園で見つけたってことでしょ。そう、保育園で他の女から取ったってことでしょ。そう、2回ね。やばくない？やり手とかじゃ、もう家庭内ぐっちゃぐちゃの、もうぐっちゃぐちゃにする女よ、やり手。私でも2位とね1位はちょっとね誤差だから、もう本当にどっちも1位ぐらいなんだけど、やばくない？まあでもママ友って言っても、ただママがついたお友達でしょ。いや違う、女と女、結婚してるかどうかの話と、子供もいるのにっていう、もう最悪よ。子供よくある話よ、子供も。だからってそう言ったらダメじゃない？結構だからみんな言わないだけで浮気とか不倫とかしてんのよ。ああ、すぎ。いやでもさ、自分らのことだけ考えるんじゃなくて、子供いるんだと子供のこと考えたらね。それよね。そう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 。もともと最初の子供供はどうなってるんですか？だから最初の不倫の子供は奥さんが引き取って、多分その奥さんはまた再婚してるわけでしょ。前の旦那との間の子供と今の旦那との子供がいて、今の旦那との子供とヤバい女 A と旦那との子供が同じ保育園で元旦那の子だよね、うん、でそうしたと思ったら、その保育園のまたママさんのママ友との旦那とまた不倫関係で、一番最初の旦那と今離婚調停中だから、あれよ、人のものってすごくよく見えるのねね、ダメとこいつやるよ、多分こいつやるよ違うこいつやるその男ってよく見えるんだねって。私別に見えるタイプじゃないから、あ、そういうこと、人の男をもうさ、いいなって別に思わないじゃん。でも本当にいる、でも芸の世界にいるよね。いる1個前の話もそうよ、この業界結構ありがちな話だな、ありそうな話じゃん。だっていや、でもやばいな。でもさ、一番最初の奥さんもよく立ち直ってさ、新しい方とさよく出会ったけど、その奥さんは強いよね。分かんないわよ、そっちも不倫してたかもしれない。花から怖すぎる、こんな無理だから芸が生まれるのだけど、そんなポン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 いける無理で、ほんと怖い。だから女って怖いよね。怖い、マジで。男ってバカだからさ、バレるじゃん途中で、うん、女の人ってさ、その辺さガチで綺麗に隠すじゃん。わかる？なるほどね。もうなかったことにするじゃん女って。私の友達言ってたけど、女性友達言ってたけど、もうその浮気とか他の男としたことを自分の記憶からももうなくしてるのだから、バレないよ女はね、うん、不倫相手との間の子供を本当の旦那の子供と偽って育ててる女。不倫相手との間の子供を本当の旦那の子供と偽って育ててる女やばいでしょ、これだけ聞いただけでもう分かるじゃん、やばいやつ。まあちょっと説明しますね。最初の旦那さんとの間に子供ができて、結婚して出産して、その後すぐ不倫して離婚して、不倫相手と結婚して2人子供ができて、一番下が1歳になる前にまた不倫して、妊娠したのを旦那の子供だと言い出産しました。顔が全然違うんですけど、今でも旦那の子だと言い張ってうまくやってます。ちなみに最後の不倫相手に浮気されて、別の子がいたらしくて別れて、また違う不倫相手が今います。もう不倫をね、この中でもう3回ぐらいしてるわ何回やったら気が済むんだっていう。だけどすごいのが、その不倫相手の旦那さんどうなってんのとか、旦那さんはずっと旦那さんでいるんだけど、その子供を宿しちゃった不倫相手が、不倫相手がまた別で浮気をしてたから、その不倫関係は終わったんだけど、また違う不倫相手が来てる。すごくない？なんかさ、あなたこうだも言えないぐらいしょうもない女ね。やばいよね。てか、子供にもさ嘘ついてるわけだよ、このパパだよ、旦那にもね。だから本当のことを知ってるのはその女一人と私たちだけ怖すぎんで、そのさ子供がさ知った時だよね。それってもうさ、社会的っていうか公的にもさ、やっぱそういう風な感じになるのかな。そうね、だから絶対さ A となんちゃらからは O は生まれないみたいになるじゃん、それだったらもうちょっとやばくねってなる。強いのかな男が。だから女もちょっと舐めてかかってんのよ、男はバカだからみたいな感じで。でもうすうす気づいてる可能性もあるんじゃない？でももうだったら聞かないよね。言っちゃったらいろいろ家庭が壊れて子供とかもかわいそうって旦那は思ってる。もし言ったらどうなるんだろうね。いやもうぐっちゃぐちゃよ。だって俺の子供じゃないってどういうこと？実は不倫相手の子供だったんだよねって言ってもさ、でもさ、子供にはさ、何もさ、罪はないから、男もさ、言えないわけじゃん。で、しかも、今までの時間があるわけだから、そんな急にこういう風にさ、できないわけでしょ。だから旦那さんも多分、子供は許すんじゃない？だから子供に罪はないから。びっくりしたよね。お前誰？ってなんか男はね、クズとか多いと思うのよ。バカな男とか多いと思うの。だけど、女って、やばいよね。そう、だから女はね、やばいとかじゃなくて、女は怖い。まあ全部の女性がね、そういうわけじゃないとは思いますが。まあね、だけど、男性番長もやってみたいね。やばい男。いや、なんか、それこそなんかバカな男ばっかり出てくるわよ。あと、霜が多そう。はい、ということでベスト3発表していきましたが、皆さんぜひコメントを書いていただければと思います。そして皆さんは絶対こういうことはしないように、ピュアで純粋な素晴らしい恋愛を送っていただければと思います。これは勇気からの願いです。はいはい、ということでチャンネル登録、高評価、YouTube のコメント、そして Twitter のフォローとインスタフォローよろしくお願いいたします。ということでセカンドストリートの達也とゆきでした。ありがとうございました。本当に浮気はダメ、マジ子供に謝って。どう今日も可愛いじゃない。いつも着てたメルカリ買ったのパジャマ。これ韓国でも飲んであげる。そう、基本お家にいる時はこんな感じで。